区内庁、区内庁、区内庁は日本の行政機関の一つである。皇室関係の国家事務、天皇の国事行為にあたる外国の大使、皇室の切除に関する事務、皇室の儀式に係る事務を司り、御事、国事を保管する内閣府の機関である。なお、区内庁はかつて総理府の外局であったが、現在は内閣府の外局。 内閣府設置法第49条、第64条ではなく、内閣府に置かれる独自の位置づけの機関とされている内閣府設置法48条。官報の掲載では内閣府については外局ではなく外局党として、区内庁を含めている。1869年、明治2年7月8日、古代の大乗官制に習って、 いわゆる、二冠八将からなる政府が組織されたが、この際、かつての大法令に規定された、宮内省、宮内省宮の内の司の名称のみを受け継ぐ、宮内省が設置され、長官として、宮内教が置かれた。1885年、明治18年に、内閣制度が創設される際には、宮内教に代わって、宮内大臣が置かれたが、宮中府中の別の原則に従って、 国内大臣は内閣の一員とされなかった。この時、内大臣、宮中顧問官などの官職も置かれた。1886年、明治19年には、国内省官制が定められ、二課五職六両四局の組織が定まった。1889年、明治22年には、大日本帝国憲法の交付とともに、旧皇室典範が裁定され、 皇室自立の原則が確立した。1908年、明治41年には、皇室令による、宮内省官制が施行され、宮内大臣は、皇室一切の事務につき天皇を保筆する、機関とされた。1945年、昭和20年の終戦の際には、宮内省は、一官房二職八両二局のほか、内大臣府、商店職、大田所、提出博物館、 提出林野局、学習院など13の外局と京都事務所を持ち、職員6200人余りを要する大きな組織となっていた。その後、区内省の事務を他の政府機関に移管もしくは分離独立して、機構の縮小を図り、1947年、昭和22年5月3日の日本国憲法施行と、共に区内省から区内府となり、 内閣総理大臣の所轄する機関となった。区内府は、区内府長官の下一官房三職四両、と京都事務所が置かれ、職員数も1500人弱となった。1949年、昭和24年6月1日には、総理府設置法の施行により、区内府は、区内庁となって総理府の外局となり、区内庁長官の下に、区内庁次長が置かれ、 一官房三職二部と京都事務所が設置された。2001年、平成13年1月6日には、中央省庁改革の一環として、内閣府設置法が施行され、区内庁は内閣府に置かれる機関となった。1935年、昭和10年に建設された。区内庁の表札等はない。明治宮殿が消失してから、今の宮殿。 新宮殿が建設されるまでの間、仮宮殿として用いられた。現在の宮殿とは渡り廊下、公用渡しで接している。宮内庁の内部組織は一般に、法律の宮内庁法、政令の宮内庁組織令及び、内閣府令の宮内庁組織規則が、階層的に規定している。内部部局、長官官房、三職、二部、二施設等、機関、 一地方支分部局を設置する。区内庁長官と自重庁、自重職の長は、認証官、他省庁と違い部下制ではない、職という組織があるが、これは、戦前からの監修による。自重職と、東宮職はそれぞれ天皇一家、皇太子一家の側近法師という特質上、皇位継承があった場合、東宮職の職員は即位した、天皇皇后について、 自住職に移り、逆に元にいた自住職の職員のほとんどが、崩御した前天皇の皇后であった皇太后の側近奉仕をする皇太后偶職に移るか、新皇太子の側近奉仕をする東宮職に移る。皇室天畔に基づき開かれる皇室会議、皇室経済法に基づき開かれる皇室経済会議は、宮内庁の機関ではない。天皇皇族の護衛。 皇居や御所の経営を行う皇宮警察本部は警察庁の機関である。また、天皇皇后の諮問に応じる宮内庁参与、宮内庁御用係、生物学研究所や紅葉山御用三所の職員、宮中祭祀を担当する商店職の職員は宮内庁や国の機関の職員、国家公務員ではない。詳細は当該項目を参照。 内閣府の該当の項を参照。2018年度、平成30年度一般会計当初予算における、区内庁所管予算は114億6581万8千円である。他に、後続費として98億5961万5千円が計上されている。内訳は、内定費が3億2400万円、旧定費が 91億7144万5千円、後続費が3億6417万円となっている。内定費及び後続費としてとして支出されたものは、お手元金となるものとし、区内庁の経理に属する公金としないとされている。区内庁の庁は、区内庁長官とされ、区内庁法八条以降、区内庁長官の任免は、天皇が認証する、 道場2項1947年、昭和22年5月の日本国憲法施行の日に、区内府及び区内府長官が設置され、1949年、昭和24年に、区内庁及び区内庁長官と解消された後も、一貫して、長官の職は認証官である。また、区内庁長官は、特別職の国家公務員である、国家公務員。 法二条三項十号、区内庁長官は、区内庁の事務を統括し、職員の副務について尊くする権限があるほか、区内庁、法八条三項、区内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し内閣府令を発することを求める権限、条四項、告示を発する権限、道条五項、所管の書記官及び職員に対し、訓令または、 通達を発する権限、道場6校、皇宮警察の事務につき、警察庁長官に対して所要の措置を求める権限、道場7校などがある。区内庁長官には、旧内務省警官庁の事務次官、あるいはそれに準ずるポスト、警視総監の経験者が、区内庁次長を経て、就任することが慣例となっている。内には、内次長、 一人多くこととされ、区内庁、法級上一行、区内庁次長は、長官を助け、長務を整理し、各部局の事務を監督することと定められる、道場2項。区内庁次長は、特別職の区内庁長官と異なり、一般職の国家公務員である。区内庁の幹部は、以下の通りである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。